内堀知事がタイでトップセールスです。東南アジアを訪問中の内堀知事は昨日、タイのバンコクで輸入業や旅行代理店業界の関係者などと懇談し、県内の観光や県産品を PR しました。市内のスーパーでは自らが店頭に立ち、買い物客に福島の桃の美味しさを伝えました。その場で桃を試食した人は、甘くて美味しい、いい香りだなどと好評だったということです。知事の東南アジア訪問は今月14日までで、今日からはベトナムです。